はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、こちらでございます。はい、Amazon から荷物が届きました。これね、昨日、生放送で話した、ウェーブフィルターのペーパーでございます。うん、あのね、ずっと今まで僕カリタの、カリタとツバメのコラボのあのウェーブトリッパーでは、みさらしっていう、まあ茶色いねペーパーを使っていたんだけど、今回、ついに、よし、はい、こちら、じゃじゃん、白いやつを購入いたしました。まあ、漂白ってやつですね。まあ、ホワイトって書いてあるけど、100万セットのやつを買いました。はい、ウェーブフィルター155ってやつですね。まあ、ウェーブフィルターって、あ、ウェーブフィルターじゃねえ、ウェーブドリッパーって全部、まあ、規格が一緒で、あの、ツバメのやつでも普通の、ガラスドリッパーって呼ばれるね、普通のウェーブドリッパーでも、同じものが使えます。うん、まあ、3種類あるのかな、言ったら。はい、こちらでございます。うん。まあ、あの、外側がね、だいぶでかく見えるけど、まあ、外すと、同じ感じです。うん。まあ、これね、結構外すのはちょっとめんどくさいはめんどくさいんだけど、やっぱりね、うん、白いいね。ちょっと持ってくるか。よいしょ。はい、こちらが今まで使っていたこちら、みさらしの、ペーパーですね。まあ、白と比べると、はい、こんな感じ、一目瞭然。まあ、これもね、すごくいいんだけど、うん。やっぱ、なんだろうな。ちょっと一枚かましてみるね。これね、取るのが本当に大変なんだよね。よし、OK。これを、こうやってね、入れるわけなんだけど、うん。あー、やっぱ、うん、俺白の方が好きだな。うん。コーヒーが染みていく感じがよくわかるんだよね。うん。で、見た目的にもなんかこっちの方がね、清潔感っていうか、なんだろうな。うん。かっこいい気がする。僕はこっちの方が好きです。確かにね、ライトアップコーヒーさんだと、これを使っていたかな。岡田さんはどっちだったかな？どっちだったかな？多分、みさらしだったかな。うん。はい。僕は今日からこちらを使いたいと思います。まあ、こっちもね、まあ、ぼちぼち使っていくけど、うん。ね、まあ、質としては、ね、なんかこっちの方がいいらしいですね。みさらし、あの、みさらしと、あの、このね、自然の色と、あの、漂白っていうと、なんていうか、あの、漂白の方が悪いようなイメージがあるかもしれないんだけど、なんか体になんか、漂白したから、なんかついてるんじゃないかとかね。でも実は、なんか、なんだかんだね、こっちの方がいいらしいんですよ。別にね、あの、漂白だからって、悪いわけじゃないらしい。こっちの方が、こっちの方が逆に髪臭いとかね、聞いたことありますね。うん。まあ、まあ、ぼちぼち試していきたいと思います。はい。というわけで今日はこちら、買いました。昨日ね、生放送してから、お急ぎ便で頼んだんだけど、まあ本当はね、こっちを使い切ってから、まあ買いたいって言ってたんだけど、うん。ちょっと見てるうちに欲しくなっちゃって、買っちゃいました。はい。こちら、カリタのウェーブドリッパー用の、ウェーブフィルター。もしよかったら皆さんも、こちら、買ってみてください。うん。すごくいい商品です。はい。というわけで、今日のサブチャンネルでございました。じゃあね。